ニュースしゃべり残しへご案内のように、今日私オンエアギリギリの状態でやらせていただきました、本来ならばとっとと失礼をしたいところなんですが、一応慣例ということもございますので、今日ねそれにどうしてものネタを一つ言い残してるんですよ。これ今日ズームフラッシュにこんな話題がありました。岸田総理大臣は昨夜テレビ東京の番組に出演し、政府与党が検討中の期限付きの所得税減税の期間について来年までの1年が基本となるとの考えを示しました。財源については2年分の所得税などの増収分をお返しするのが最も分かりやすいと述べました。まあ、ぶっちゃけ簡単に言うと、1人4万円税金返すと。で、税金払っていない人の場合は1人7万円配ると。だから税金払ってる人は、4万円に達するまで、4万円に達するまで減税すると。税金払っていない人は1人7万円、プレゼントしますよと。で、これいくらかかるかというとですね、国民1人に1万円ずつ配るのに要するのは、まあ、人口1億人と仮定すると1億かける1万円イコール1兆円です。分かりやすいです。計算しやすいです。いや、そうして考えたらね、これをぜひ言いたかったんですが、今ガソリンの補助、なんか皆さんあんまり認識してる人は少ないと思いますが、エネルギーだから家庭の、ガス代であるとか電気代であるとか、ガソリン代であるとかにものすごい補助金が業者に払われてるわけですよ。業者に、まあ、石油なんか元売りですね。で、トータルいくらの予算が組まれてるかというと、来年までだからいつまでやるかっていう問題はありますが、今一応やるということが決まってる範囲の中で要してるお金が、投じてるお金が11兆円なんですよ。11兆円ということはですよ、11兆円のお金が、まあ、例えば典型的な例で言うとガソリンですね。ガソリンの元売り会社って言って、ガソリンスタンドにガソリンを卸してる大きな会社ありますね。そこに莫大な補助金がいってるわけですよ。だからまあ本来ならば今原油の価格と円安を考えると1リッターガソリン200円本当は超えてるところが170いくらぐらいでしょ、175円を超えないように補助金入れてるんですっていう、何兆円も入ってるわけですよ。でもね、この方法はダメだと思います。なんでこんなアホな方法をするのかなっていう、そういう感覚です。で、もしその11兆円を国民に直接ばらまいた、つまりガソリン代上がってますよね、エネルギー代上がってますよね、11兆円を国民に戻しますって言ったら、その同じ予算で何ができるかというと、1億人に1人10万円ずつ配れる金が11兆円という金です。で、10万円以上ですけど、まあ1億1000万だったら、日本の1億1000万人に10万円ずつということになると、4人家族だと40万円配れるだけの予算が使われているわけですよ。で、本来ならばどうせその金を使うならば、金の使い方として、まあ、1人10万円で4人家族で40万円、まあ、ちょっと、まあ、例えば多いならそれ半額にして予算5兆円で組んでですね、国民1人に5万円ずつ、だから4人家族なら20万円とかっていうふうに配って配りますから、エネルギー、これ基本的にエネルギーの高騰のためをカバーするお金ですけども、20万円配りますから、好きに使ってくださいって言ったら、各自の判断で、やっぱりちょっと世界の環境を考えた時に、ガソリンの使用は、ガソリンがすごい値段が上がってるから抑えて、だったら子供の教育費に使おうかとか、家庭の別のことに使おうかって言って予想のことに、つまり個々人の才能でお金の使い方っていうのが決められるという方が、いいと思うのは、今みたいに元売りに何兆円トータル国民に10万円ずつ配れるだけの金を元売りに配ってるということで言うと、感覚的にガソリンは175円ぐらいで安定してるので、別にガソリン節約しようと思わないわけですよ。そうするとね、日本だけ構造改革が遅れるわけです。世界はそんなことしてませんから、ガソリンがドーンと上がりましたということになったら、ちょっとやっぱり別の方法考えようかとか、エネルギーの節約考えようかっていうことになると、次の新しいステージに社会全体が向かっていけるんだけど、今その元売りにばらまいてますから、
消費者の側がコントロールしようとか、次の世界のために、世代のために何をしようとか考えないわけですね。そうすると日本だけ構造改革が遅れると。で、世界はやっぱり省エネだとかエネルギーの転換だとか、いろんな方向性に、これだけエネルギーの値段が上がったらこういう方向で進んでいかなきゃダメだよねっていうふうにみんなが考えられるのに、元売り会社に補助金出してると、我々が体感してる、ガス代とか電気代とかガソリン代とかが上がらないので、そういう配慮しない、節約しようとかそう思わないわけですよ。まあ確かに産業界にとったらその方がいいですよ。でそんなことされてガソリンの消費が下がっちゃったら、将来的にガソリンの消費が下がっちゃうと困るよね。ところが今みたいに元売り会社に莫大な補助金ばらまいて、見かけ上の売り値が下がってると消費は下がらないですから、で消費は下がらない、元売り会社は困らない、産業エネルギーの転換も起きない、日本だけ社会が先進んでいかない、つまり世界の状況、世界はやっぱりガソリンがこれだけ上がってきたらやっぱり他の方法考えようかとか、個人で防衛しようかとか、エネルギー代がこれだけ上がってきたらそれ節約しようかっていう意識でいろんなことが考えられるのに、同じ金使うんなら11兆円という金は国民全員に10万円ずつ配る、4人家族なら40万円配られる金を、その元売り会社みたいなところにばらまくことによって、我々 あのガソリンスタンドにおける値段はまあ、あんまり上がってませんよという状況は日本の将来にとって最悪です。なんでこんな政策するかなっていう、それはまあ元売り会社は喜びますよ、だってガソリンの消費が減りませんから。だけど日本の将来をどんどんなくす方向に税金が使われていっているというのを、まあ本当に岸田政権ダメだわという、私は本当にそう思います。はい、ちょっと体調が悪いので今日はこの辺で失礼をいたします。はい、お聞き苦しくて申し訳ありませんでした。明日はなんとか復活できていることを心から祈ります。祈ってもダメかな、また明日。